ソニーは森田明夫と伊深大、うんえー、藤沢拓夫と本田宗一郎、えー、千代路と本当は、ねうんね、勝俣と一緒にや,やらなきゃいけないのに、あのー、千代路一郎が力を持ちすぎてしまってええとこ、えー、大学出たやつばっかりが集まっちゃうと権、うん、力いいやでも本当に何かそのさっきの孫徳さんのお話じゃないですけど、ね、そういういろんなことがあった時に表面化してれば問題が。 まあねでもトヨタはね清水君の質問の中に入ってたらトヨタと日産何が違ったんですかトヨタにはね神谷翔太郎がいたんだよ神谷翔太郎神谷翔太郎がいてホンダにはね藤沢武雄がいたんだよまあ業界違うけどソニーには森田明雄がいたんだよわかるあのね要はトヨタあの喜一郎喜一郎かその創業者トヨタのは 技術屋さんなわけですだから販売は全て神谷翔太郎さんに任せると。なるほどでホンダのホンダ宗一郎も技術屋、はい、ね技術枠で、ねはい、藤沢武雄っていう人が全て事務方を取り仕切るんですよ。ソニーの伊深大も同じ。で<ー>そこに森田清がいて森田清は森田志蔵からこう引っ張ってきてその経理から何から何までこう裏方を見るんですよ。<laughs> でホンダ宗一郎はもう有名な話だけどもう技術の方にで、藤沢武雄は そこで25年たった時に自分は退くと言って本田総一郎も一緒に退くんだよ<ー>だからもう息子も入れないし、まあ、長男はね無限とかやってねあれしたけど、うん、あの一切その縁故はなしとか<ー>、えー、でもう神谷翔太郎っていうのはもう販売の神様っていうふうに言われる、うん、ト,ヨタトヨタ自販の社長なんだけど<ー>その一軒一軒ディーラーを日本全国ねその要はトヨタ系にしていくんですよ。で、まあ あの戦、ー、中それが自動車配給会社とかって言って結局こう国が勝手に、あのー、召し上げちゃうんだけど、うん、一軒に一個ずつにしろって言って<ー>あの国策として。だけど戦後それも解散されてまた全国のディーラーをおー要は豊田系にする要ははだから。 販売が強いっていうよりも、うん、結局日産は販売が弱かったから技術の日産っていう風に言われるしかなくて<ー>別にトヨタがそこまで技,技術がなかったっていうことではなく<ー>も,うもうこの神谷翔太郎さんってまあもう主観にめっちゃ言われたからね俺神谷翔太郎がいてで。でトヨタは前に 水本の時かな言ったのはその経営基金の時に住友銀行が相談にされて三井が助けてくれた時に結局会社を販売と製造に分けるしかなくてトヨタ、えー、自動車本体とそれからトヨタ自動車販売トトヨタ事故とトヨタタと、ね、に分けてそこの社長をしてたのがもうあのまあね一応こうやって言ってて俺は。 会ったことがない主観に聞いた話なので、うん、本当にそこまでなのかわからないけど彼,彼がいてそのトヨタ社はまあ、まあ、だからトヨタが営業のトヨタっていうふうに言われた、うんです、ね、だまあまあこの人いたしあとまあた事故の方だったらほら今度はなんだっけ、ね、今のトヨタ式のほらあのトヨタの看板方式かで、ね、作った誰だっけ<う>、えー、ん大野、はい、蔵さんか、うん、とかねまあそれはみんなそれぞれなんだろうけど、はい、同じ三河でさほら。 徳川家のの出身のだ、はい、やっぱりね徳,あの徳川家の,あの,あの真似してるよああやってそれぞれあの例えばあの武功をね例えば徳川四天王だとかね<ー>いろんな後になって権威づけするために、うん。 ああこういう中心がいてこれでこれがそういうこのものすごいここに活躍しただとかねそういうねストーリーで神話を作ってんだと思うよやみんな有名な人だったと思うけれどもまあ,あの当時にしてみただってまあ三河の田舎会社だったわけだからそういう中でやっぱり伝説作りたかったねかね偉そうにしないですよ豊田さんって尾張の会社めっちゃ偉そうよ。<laughs> <laughs> 本当に終わりの会社は偉そうだけどミミカ私たち三河ですからみたいなこう奥ゆかしさみたいなのがあるからもうすごいしっかりはしてるけど豊田さんはねあの創業時からあの応援していただいてるんで日産はねゴーになったあとにね政権転換切られたんだよ。 正しい判断をしたね。いや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 まあ、5になりしばらくしてから、そう、コストカートのほうがいいかに巻き込まれてた。あ、巻き込ま今復活してくれたんだけど。あ、そうですか。もう、それは忖度いっぱいだね。さっき忖度あの。そら忖度しますよね。いや、いい会社だよ。だから今日は、だから、その分こっちがちょっと忖度せずに喋ってたい。いですか。全然いいんです。ちゃんと分かってますだから、本当。 まあ、しっかりしてますね、トヨタさんはね、そんなに大きな金額じゃない。だから、そういった、あの当時、その、なんていうのかな、まあ、ペア。ソニーは森田清と、いぶかだえ藤沢武夫と、本田宗一郎。えまあ、神谷正太郎、ね、その、トヨタ、き、き、き、一郎。とかって言って、支える人たちがいたけれども。塩地と、本当は、ね。勝又と一緒にやら、やらなきゃいけないのに、まあ、結局。 その労働貴族と言われたその使用治力が力を持ちすぎてしまって結局経営側も何も言えなくなっちゃったっていうありえないでしょ人事権持つとかそうですよねあとやっぱりねそのええー、とこええー、大学出たやつばっかりが集まっちゃうと、うん、俺が俺がになっちゃうから権力からすぐ始まよ、ね、そうか。 まあだから、その、石原さん、石原さんもこう財はあると思うんだよね。うんはい、結局、もうや,やらざるを得なくなるからグラ、グローバル10と言って、その欧州を拠点にして、そのトヨタがそんなに海外進出はあの当時、積極的じゃなかったから、もうそこに活路を乱すしかないからって言って、その、英国進出とかいろんなことをして、それが、後々負の遺産になったりもしてるので、その豪 o になった後、うん。その、あの当時はうまくいったんだけどね。それが、結局、その石原さん、あと、 もう自分は同友会の代表幹事に行って経営を本当に任せてしまって久米さんに任せてしまって久米さんも結局元に戻っちゃった要はその労働,労働貴族との戦いをしない人たちがなったんだけど結局その自分たちもトップになってこうぬるま湯のまんまなっちゃったからまあ辻さんも。 あの人も技術者だったしな、技術者で何もしない人だったな、なんか技術者資格とはダメなんだよな。あ、ちなみにホンダは藤沢武けの言葉で技術者しか社長にならないよ。<ー>今のところ、うん。だからちょっと時々いびつなことしちゃうんだよね。やっぱりバランス感覚のないことをしちゃうんだよ、ね。あ、そうなんですね。だからそれでいうとだから別にあのホンダもなんか噂によるとなんかあのトヨタのねあの会長がトヨタ会長が、はい、ちなみにトヨタ自動車だけどトヨタ会長なんだけどね,ねトヨタ会長がに、はい、あの 本田の社長を訪ねて、はいあの「来年期間捨てるのやめてくれ」って頼みに行ったけど断ったっていう話がねちょっと一時業界ブラザ流れてたけど、はい、やっぱり日本はやっぱり EV を否定はしないけどって言っ、ね、あのあと自分のところで全固体電池の開発までやろうっつってね、うん、やって大学,と組んで大学でどっかと組んでやろうとしてるけれども来年期間を捨てたら自動車メーカーじゃなくなるっていうあれがあるから、はい、日本連合、まあ、日本全体として今日ライバルではあるけれども、うん、来年期間捨てるのやめましょうや。 って言いに行ったけど、ケンモホロルに断られて、あの全部 E.V. シフトするって言ってるから日産以上に爆弾打,打ってるよね。大丈夫かな。かな、やっぱあれだよね。なんか F1 やめた。 ぐららいからちょっともう,、ね、う昔のそのホンダっていう感じはしなくなってこれもねちょっとねなんかあの身内の事情であんまりなんかあのホンダとかあのトヨタの悪口はいい言いたくないんだけれどもあくまであの客観的なこととしてあのやっぱり言われてたのはあのやっぱり業界史自動車業界史とかあの辛口の業界史あるのよ。うん、あのそう読んでたりするとやっぱりあのあのなんていうのかな本来そのホンダ宗一郎ホンダスピリッツを引き継いでなきゃいけないホンダが。 やっぱりエリートばっかり入ってくるようになっちゃって<ー>みんなやっぱり官僚化しちゃったよねあの大企業病院に入ってだから技術開発にしてもやっぱり、まあ、これもねあの例のホ,ヨホンダ技研,技研とこの間合体したのかな、うん、で別れてた弊害も出てねやっぱりだからもう今もうティア2に丸投げみたいになってきて安い本体の技術力が車ってねあのちょっと一般論で言うと車って組み立て屋なのよ自動車産業っていうのは。で結局いろんなパーツを下請けから持ってきてでトヨタだって。 トランスミッションだったら電装電装以外からも今緩やかな言語になっているから系列は電装だけどとかねいろいろあるんだけれどもでも根幹技術はあの自分のところが握ってないとただの本当にあのプラモデル組み立て屋になっちゃうからでそれがなんで、まあ、世界的に見たらピアティア2であっても下あの、まあ、いわゆるその一時、まあ、下請けっていう形は一時言い方じゃなくあ一時供給計画に一時部品供給 会社ととうだか世界的な企業があるわけでもうそこがやっぱりそこに専念してねあの電気系統だったらボッシュがねもうとにかくやってまあまあそっちやっといてよってなるんだけどだからさっき言ったその車にとっての根幹は何かって言ったらっエンジンなのね。エンジンジの,その 供給会社っってないのよやっぱりまあエンジンの設計をあの支援してくれて実際やってるコスワースっていう会社はあって F1 <ー>なんかでもその写真屋昔の,あのロータスなんかはロータスは最もともとー真屋から入ってるから写真を作るし<ー>でもエンジンはコスワースから買ってくるだとかねめっちゃ高いんだけどねそういうのってだでもエンジンだけがねこの唯一の自動車会社にとっての<ー>もう最後の外に出ない技術の領域なんだけどまあそれも含めて。 いろろんなところで捧がれててたののはホンダの技術力が落ちてるもそのうちホンダはもう,もうそこで諦めちゃって諦めたのかどうかとにかくもう無理だってんでもうティア2にもう任せちゃうになっちゃってるんだよねそれはね危険あるいはねだからまあホンダはもともとやっぱり二輪屋だからねバイクの会社だからかであれはさっきもねの事前に言ってたけどあの世界一の二輪屋なんで。はい これは分かんない根拠ないけどまあなんかあの二輪は黒字だけどもあの四輪は赤字じゃないかっていう噂もあるぐらいなんであ<ー>まあ多分ちゃんと見りゃんだっけあの事業分野別のあの床、えー、証券報告書見りゃ出てるのかもしれないけどまあそんなに収益はよくないはずなんだよねあだからまあそういう意味で言うと二輪はしっかりやっていくけれども四輪はまあ EV でもいいんじゃないかと思ってる可能性もなきにしもあらずかな。な<ー>なんててていだにロータリー捨ててないからねあ うん、まああれも意地になってみたり分かれたんだけど、ロータリーもね、いろいろね、あの、<laughs> 問題のある部分があるんだけども、燃費が悪いって、あの、どうしても問題があるのと、あとローターのね、このサイズのさ。まあ、いや、まあ、話はそれ、俺、車はほら、専門家と話をね、あの、あの、聞けるぐらいの知識持ってるから。つい行っちゃうんだけど、はい、元に戻してくださって。<ー> <laughs> 刑務所でも、なんか、そんな専門書、専門書送れて、なんか、変な物理学の本からいいか、何を<だ>、まあ、んで。探すの大変だったな、本当に。<laughs> ないんだよ、普通に、あまでも探しても。なぜ、自動運転が日本でうまくいかないかっていうことについて、三十分ぐらい、今から話す。えー 聞きたいですけど今度 <laughs> いやだから本題はね、まあ、その小型ジェットも世界一だしだ、ね、芝刈り機でも世界一らしいよだか<ー>もうそういうなんか何<ー>でもやらないだけど何か,こ,んでか、ね、これっていうのがあれかもしれない<ー>、ね、やっぱりそれこそ三菱,が三菱重工がうまくいかなかった小型ジェットものにしちゃったもんね。 しかも斬新なエンジンが上についてる、あ、上、上側についてるっていうね、<ー>あの、仕置の上についてる。普通下にぶら下がってのに、はいはい、上について、あれが燃費だとかいろいろいいらしいよ、あれが。<ー>だから、なんかそういう、なんかね、創造的なものをやってきたし、車もね、なんか違ったよう、ね、なプレリュードから何から何、なんか、なんかホンダはちょっと違って面白かったのに、うん、もうおもろくないんじゃないホンダシティとかもね、あんな聖高のね。そうそう,そうそうそう。うん、もともとニリンからシビックに行って、ダーッと。うんうん だから十三年とかで気ぃ付けないかな、うんかだから日産がガタガタしちゃったからねその塩治一の時に。そ間にで,、ね、でその英国進出に行く時だってストライキして英国進出をねそのいわば石原諸君を追い,追い落としたいから塩治一郎は、うん、とにかく<ー>もう何とかして石原をこうやって追い落としてもう一回自分にしたいんだけどまあ逆襲に合うんだけどね、うん、いろんなその有志の人たちの逆襲にあってか最終的には女性スキャンダルとかいろんなもの暴露されて<ー>彼は。 辞めざるを得なくなくくってくるでようやく辞めた後だから久米さんもそれを、ね、石原さんこう引き継いで行けはよかったのに結局うう久米さんはなんか相模原かなんか団地に住んでてその時までは全然よかったのに、うん、結局校庭に移り住んで、うん、取り巻きがだん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 なってきて、うん、単なるあの駄目な経営者になっていったっていう話だけどな、うんうん、久米さんはよく会ってたな。久米さんが 宗谷役の時だったかなしかんとよく言ったの。辻さんはなかった花尾さんの時はしょっちゅうしたけども、<ー>最後の方は花尾さんは、とにかくその2兆円の借金なんとかせんといかんって言って、え、もう、最終的には、G、えー、あの時 GM に断られたのか。GM に断られて、ルノーに行くしかなかった。はい、まあ、これは実は悪いけど、ルノーなんてさ、自動車メーカーで言ったら,そら、そはそもそも国営企業だからね、ほぼほぼ。 ルノーなんて。とか、ね、フランスなんて大体、あのー、共産主義だから資本主義じゃねえからあそこ純然たる国家社会主義だなそうそうそうそのなのでそでそのーサイカ川さんの後だから結局ゴーンが出てあとも、うん、日産はその資本関係とかで苦労するわけですよ、うん、要はルノーにし支配されるかされないかっていうせめぎ合いをして、うん、結局だからその経営ね注力したいのに。 まあ、要は、フランス政府との戦いみたいなことをして、そっちに収力もしなくちゃいけなかったから、今、俺がさっき、まだ病み上がりだから大変ですよって言ったの。ああ、なるほど。フロランジュ法っていう法律があってね。はい。そのフランスには。フランスの会社法で言うと、えっと、40、40%以上の株式を持っているところ。要は、日産は、 えー、ルノーの株を15%持っているんだけどなんか言われないように議決権を持とうとして15%持っている、はい、フランスでフランスの会社法上40%以上の株を持って支配している会社がいくら株を持とうとこの議決権が発生しないんですよ。うん、だから日産は15%分の株をルノーの株を持っているけれども、はい、ルノーの、えー、議決権は全くないに等しいから0%と一緒なんで,す、はい、でそのフロランジュ法っていうフランスの法律があってね、はいえー ルノ,ルノー株を十数パーセン数フ,フランス政府は持ってるんですね。うん、で、えー、2012年かな新日鉄の時に出てきたアルセロールミタルの工場工場かな航路、はいえー、かなんかフランスにフロランジュにあったものを、うん、要はこれをあの廃止すると、うん、要はフランス政府としては雇用を守りたいから、えー、その2年以上株を、うん 株主である、ある場合、はい、えー、議決権が2倍になるっていう法律を作ったんですよ。<ー>だから、ルノーの14%しか持ってないのに、うん、要は30%、結局最終的には議決権が28%が30%ぐらい持つから、ルノーに対する支配権が強いんですそして、ルノーの日産に対する支配権も強いでしょ。 な日産は何をしたかって言ったら日本の今度会社法を出してきた、はい、日本の会社法で言うと25%持ち合いをしている会社には技権が発生しないって言って、はい、要は日産がルノーの株を25%までもし買いますと、うん、ル,ルノーの43%の議決権も行使できなくなるからお前それやるぞみたいにして<ー>フランス政府とこう戦うんですよ、はい、で最終的にフランス政府が折れるんだけど。似たようなのとかね 北越製紙と大王製紙もそうね。北越まあ親父が死んだと北越製紙になんか株、親父が持ってたかも。何パーセントかも買ってもらったりしたけど、今北越製紙は二十四パーセント大王製紙の株を持ってるのよ。うん、で、あの大王製紙が北越の株を買おうとしたら。あと一パーセント倍、あの。買い増しすると二十五パーセント超えちゃうんで、はい、大王製紙は。あの議決権を行使できない。会社の株式を買うっていう開発なら、ディオビかけるっていう、あの大義名分が立たないから。か北越はだから。 あ、大王製紙から直接は、だからその分を大王海運だとか、あとなんだっけ、あの。し、主婦のところなんだっけ、あれ、えっ、ー、と。オアシスかあの、いわゆる、モノユう。 ちなみに話も,もともとですけど、ね、似たような形だよね、ねゴーンを追い出したら決算悪くなったって才川さんの話だけど、ね、大王製紙も去年1,000、ね、億の赤字出して、ね、<laughs> 今年も、ね、6,000億の売上で最終利益、あ明日が決算発表日だ発表本当に10億出るから10億って、ね、この間見たら0.166%だからね売上高の誤差の範囲だよな。ふっと拭いたら,だからこの机の根にのってる埃みたいなものだからな、まあ。<laughs> 本当にでもその10億出せるんかなっていうのはちょっと楽しみに待ってるんだけれども話を元に戻すとでちなみに25%その法律なんで日本の場合あるかってさっきもねあのフロランチ法はそういうねもうフランス政府のなんだっけもうあのフランス他にもヨーロッパ人の好きそうなね先の EV の話じゃないけれども都合よくわけのわからないルールをね,あのね筋の隣でも一応日本の25%以上持つと技術権持てないっていうのは持たれてる先の議決権を持つことはできないっていうのは一応理由があるんだよ正当な。 資本の空洞化を防ぐため<ー>極端な話言うと俺がじゃあなんか会社作るじゃん,、はい、なんか A という会社作って、ね、そこに資本金1億円って資本金一億円の会社作るそ,うそこに金を貸す銀行だとかいろんな取引先は、まあ、取引先でも売りかけ金が残るわけだからこの資本金1億円があるなとまあ資本金って現金で残すわけじゃないけど、はい、まあ資本1億円という,あのこう出資があって成立してる会社だなと思うじゃん。ととこころが今度はそこからまた B という会社を うん、この A 社の子会社で1億円の会社を作って、はい、そこの1億円出資して作ったとしたらここはもう1億円実はない、ね、空洞になっちゃうじゃん。はい、とやったいくらでもた1億円の元手でいくつも会社を作ることがあるまあ銀行の借り入れだったらこれは資本の信用創造ということで経済的には意味のあることなんだけどこんなことやられたらね実際には1億円しか元手は出てないのにこれ10社子会社子、ね、会社子会,会社って言って。 なんか、ね、10億円分の資本持ってる会社が企業群がありますよって言ったらインチキでしょだか、うん、ら25%以上持ったら議決権持てないという縛りをかけてるわけすごいねまるで法学部出身みたいな <laughs> <laughs> すごいねっていうか、まあ、あのこうやって補足してこう言ってもらえるから楽だなの,、ね、あのはいもっとに戻しますっていうことがあって結局だからそのようやく、まあ、内田さんになってね ようやく、まあ、その EV がどうかは別にしても、はいよ、まあ、普通、普通の会社に、ようやく慣れてきたっていう話。で、その間に自動車業界、はいろんなことが起きて、はい、それこそ、その、三菱自動車がね、うん、えー、まず偽装でダメにして、<ー>で、不祥事を起こして、自動車メーカー4位だった自動、あの、三菱がね、はい、その、日本の中で、上場企業の中では最下位になった。これを、うん、えー、まあ、日産が、 あの株式を取得して日産グループに入れているで三菱商事が第2位の株主、まあ、だから今三菱グループっていうよりも三菱商車はもう日産の子会社になっているで日産あの三菱を手に入れたっていうことはをを持持っってていいるのでで、ね、日産は K を持ってないんですよそもそもトヨタはダイハツを持っているしああまあホンダは自前で作れているし経営を持っていないっていうのは 日産そのグループの中では日産だけだったから、はい、そこは三菱を手に入れられたっていうのはあの業,業用的にはその三菱自動車がどうかは別にしてね、うん、三菱グループだから面倒くせえと思うけどあのまあ理にかなっている。うん、で えーまあ、ルノーはさっき言ったみたいに、はいまあ、とかは強か強ったけどなルノーな不思議な会社なのよあの作ってる車は大衆車高級車大型車さえない,はい、はい、それはどっちらかというとシトロエンが作ってたりとかしたんだけど DS だとか宇宙船みたいなのとかねフランスってそもそもそんな大金持ちない国だし隣にベンツが作ってるダイムラとかいるから大衆車はクラスが多いのにファ日本でいうとファミリーカークラス なのにずっとレース F1 もずっとやり続けてるしね,ねでちゃんとあの勝つんだよね勝つしでその大衆車ってかあのあのねあか中級クラスまでの車で、はい、ちゃんとスポーツモデル,スポ,ール,ス,ポールスポールシリーズを作ってねあの結構ね車好きはね俺乗ったことの車使いの評価は高いのよなんかね面白い会社そういう意味で言うとそうそうそうだからその国の資本が入ってて大体ダメになるのに、うん、そういうことに関してはまああれなんだよね、まあ、だから 一応国の基幹産業ではあるんだよねそこまでフロランジスをこう持ち出してまで何とかしたいっていう風うにしてに、うん、この動画は日本の自動車産業における歴史とリーダーシップに深く焦点を当てています主にトヨタとホンダの比較を通じてそれぞれの企業文化経営者の役割そして業界全体の動向について述べられていますトヨタでは創業者のトヨタキイチローが技術者として知られ販売部も や翔太郎に任せるなどの分業体制が成功をもたらしましたこれによりトヨタは戦後に国策として全国のディーラーを統一し成長を遂げました一方ホンダではホンダ宗一郎の技術志向が強調され藤沢武雄が事務面を担当しましたホンダ宗一郎の影響力は技術開発において大きな役割を果たしましたさらに 両社の経営戦略の違いやその文化的影響についても触れられていますトヨタは販売の強さで知られホンダは技術革新とエンジニアリングに注力しましたこの違いが両社の企業文化にも反映されトヨタが販売を重視する一方ホンダは技術者を尊重する姿勢が比較されていますさらに 両者のグローバル市場における進出戦略や技術革新に対する姿勢も比較されています特にホンダの EV への取り組みが取り上げられ自動車産業の未来における重要な戦略的転換点として強調されていますまた日本の自動車業界全体の変化と企業間の資本関係や技術開発の動向がどれほど大きな影響を与えているかにも触れられています例えば、 が三菱自動車を買収したことで地位を強化した反面新たな経営課題も抱えることが指摘されていますさらに自動車業界におけるルノーと日産の株主関係に焦点を当てフランスの法律であるフロランジュ法による影響や日本の会社法の対応について詳述しています特にルノーと日産の株式持ち合いがどのように企業統治に影響を与えるかが強調されていますまた 企業間の議決権や支配権のすめぎ合いが経営戦略にどのような影響を与えているかも触れられていますこれらの要素を通じてこの動画は視聴者に自動車産業の複雑な内実とリーダーシップの重要性について深い理解を提供しています自動車産業の競争環境がますます激化する中で企業が持つ独自の技術力と戦略が将来の成功に向けた鍵を握ることが示唆されています